メディアを再生するチャップリンの船乗り生活。チャップリンの船乗り生活は、1915年公開の短編サイレント映画。エッサネー社による制作で、主演、監督は、チャールズ・チャップリン。チャップリンの映画出演に47作目に当たる。道具と装置が十分に揃っていれば、チャップリンは立ちどころにうまく、作品を作るという一つの例を示した作品であり、 チャップリンは撮影のために船を借りて巧みな作品を作り上げた。チャーリーは船のオーナーに雇われて船乗りをかき集めるが、なぜか自分も船乗りにさせられてしまう。チャーリーはオーナーの娘に片思いであるが、オーナーは保険金を得るために娘を乗せたまま、持ち船を沈めようと企んでいた。陰謀を耳にしたチャーリーは船長と結託して、 娘を助けようと無理に連れて来られた船乗りを身代わりに立てる。やがてチャーリーは娘を連れて船から抜け出し、直後に船は爆発して、まあ、一発のところで助かる。カメラマンのハリーエンサインは撮影に際してカメラに重りをつけ、それを揺り動かして船が揺れている様子を再現した。船内シーンの撮影は撮影所内でも行われ、こちらはセットの下に振り子を取り付け、 これを動かして、嵐と格闘する船内を表現した。この二つの表現技法は、チャップリンの移民にそのまま流用された。また、娘を室にとって、保険金目当てで、所有財産を爆破するという設定は、チャップリンの消防夫に転用された。エトセトラ1914年制作、2010年発見の泥棒を捕まえる人を含む。1971年に、 映画研究家ウノアスプランドが制定したチャップリンのフィルモグラフィーの整理システムでは46作目。ありがとうございます。